はい、皆さんこんにちは。おやじです。おやじは広島マイナス完了のふるさとベースカンパックの国道2号線の下りです。今から周南バイパスに乗っかるとこですね。はい、そういったとこでね、今日のテーマはトラックが忙しくなる時期、これについてね、少し話していこうかなと思っております。で、なんか今女の子はこっち指さして何か言ってましたね。あー、かっこいいなあのおじさん、あのおじさんじゃろ。いや、まあ、それはいいんですが、今ね、自転車に乗ってる人がね、こっちを指さしたように見えましたけど、全く違うんでしょうね。単なるおじさんの勘違いですわ。さあ、そんなところでやっていきます。で、このチャンネルはトラックの仕事についてみたい、トラックの仕事に興味がある、トラックに転職したいといった方に向けてのチャンネルとなっております。で、ベテランドライバーの方にはですね、もうそんなことは分かりきってるよといった方もね、いらっしゃると思うんですけれども、まあその辺はご了承ください。また言葉足りずな心はですね、コメントの方からいただけると嬉しく思います。あ、そうだったと。私もまだまだね、勉強不足なので、いろいろ分かんないところがたくさんあるので、いろいろコメントの方から教えていただけると嬉しいです。ではやっていきます。で、まずですね、トラックの仕事が忙しくなる月ですねはいつ頃かと言いますけれども、いや、俺の仕事は年がら年中忙しいよといったことはもうね、あると思います。特にね、宅配の仕事ってね、年がら年中忙しいです。宅配はね、で、大手の宅配業者もね、本当すごい忙しいと思います。黒猫ヤマトだったりね、佐川急便だったり、まあ郵便局もそうですよね、もう忙しいと思います。あの赤坊さんもね、いろいろ忙しいと思います。で、そんな中ですね、特に忙しい時期っていうのがやっぱあるんですね。それはですね、まずこれからで言うと引っ越しシーズンですね。3月、もしくはね、あの3月年度末ですのでね、その辺はね、よく物流が動きます。で、3月はね、引っ越しがね、多いんですわ。で、今年どうなるかな、このコロナの影響でね、なんというか、その転勤というのがね、少ないかも分かりませんけれどもね、そういったところでもやっぱり家を建てる人もいれば、どっかの営業所にね、営店になったり、あるいは左遷になったり、いろいろ転勤がね、公務員もそうですよね、転勤がありますよね、移動が。で、4月って移動がありますんでね、そんな中で引っ越し業者がね、いろいろ忙しいと思います。で、その引っ越しはね、一人じゃできないんですよね。一軒の一世帯が引っ越しするのにね、やっぱりね、普通の引っ越し業者を雇うんであれば5人、あるいはね、ちょっとした人数だったらね、10人ぐらいはね、いると思いますよ。で、部屋を掃除したりだとか、後片付けをしたりだとか、そのなんか引っ越しのなんかね、小分けにして入れる段ボールだとか入れたりね、そういった作業もね、やる業者があるわけじゃないですか。アート引っ越しセンターだとかね、まあ引っ越し専門業者ですよね。そういうサービスもね、やっていると思います。
そういった方はね、一軒の引っ越しにね、本当結構な人数をかけてやってると思うんですよ。なのでね、そういったところは人手不足だとかあります。で、次にですね、お中元だとかお歳暮だとかね、そういった時にね、やはりその多いです、物がね動きますんでね、まあそれは宅配業者もよく動きますけどもね。で、そういったシーズンの時にはですね、一般貨物をやっている業者もいるんですけれども、それとは違ってでですね、常日頃はそんな、宅配じゃない、雑貨、まあ、いわゆるそんなものはね、そういう荷物は我々はね、よく雑貨と言ってましたけどもね。やはりその雑貨というのは盆とかね、年末か7月8月で12月1月だとかね、やはり雑貨がね多い方ですわ。私も何遍か雑貨やったことありますけれどもね。で、次にですね、成果もそうですよね。スイカが忙しい時には、まあ、これ九州の熊本あたりそうですよね、植木のスイカと忙しいと思います。で、そのシーズンになったらやはりね、それ専門にやってる業者もいるんですよね。スイカならスイカと、みかんならみかんと、そういったね。で、スイカのシーズンが終われば今度はキャベツだとか、でキャベツのシーズンが終われば今度、まあ、みかんだとか、まあね、いろいろあるわけじゃないですか。ナスビだとかキュウリだとか、なんかブロッコリーだとか、いろんなね野菜がありますけれども、そんな業者もいるわけですよ。それでも足りない時にはその一般の業者にね、一般貨物をやっている業者にね回ってくる時あります。で、そういった時にはだいたい運転手不足になりますね。はい、運転手がいないよと、トラックがいないよ、運転手がいないよと、ね、まあ車が引っ張れたこと言うんでしょうかね。まあ車はあってもそれを動かす運転手がいないと、本当ね、忙しい時にはね掛け持ちだと思いますよ。はい、一人の人間がね、まあ、2台は同時に動かせませんのでね、帰ったら今度は違う車でね行ってみたりだとか、そういった会社もねあると思います。はい、なのでね、3月、4月、あとそうですね、7月、8月と12月、1月、あの辺が結構忙しいですね。で、そのトラック業者もね、まあ、どっかの大手の製造会社とかね、そういうところの荷物を運ぶトラックはね、まあ大体安定してると思います。物流は安定してると思うんですけれども、やはりね、3月だとか、まあ、4月もそうですよね。忙しいと思います。3月の年度末と4月は。で、結構ね、消費税とかなんかあるじゃないですか。2年前でしたっけ？消費税 8% から 10% になったのは。で、その時も、駆け込み需要で、物がね、3月に、一気にね、2月、3月に、どっと荷物が売れたりね。家もそうですよね。まあ、消費税が太いもの。車だとか、家もそうですけれども、まあ、家も、
売れれば、あの瓦の業者も壁の業者も流しキッチン、ああいったね、ものも売れると思うんですよね。で、消費税とかが、消費税が上がる前とかはね、結構物流が動きます。その代わり4月5月になったら途端にもうね、ストップまではいかないけど、かなり落ち込むといったところですよね。そういったところはなかなか厳しいんじゃないのかなと思いますけれども、で、そういったね、忙しい車がね、足りない時期、3月、4月、あと7月、8月、あとそうですね、12月、1月か、だいたい忙しい月はね、そうだと思うんですけれども、で、そんな時の、その忙しい時期の転職というのもね、なかなか初心者さんにとってはね、厳しいと思います。なぜなら、それでなくても人手不足なんで、ゆっくりとね、教育できないと思うんですよね。よく1ヶ月かけてゆっくり教育しますとか、なんかね、そういったことがあると思うんですけれどもね、まあ、多くの会社はね、教育してくれると思うんですよ、しっかり。しっかり教育ね、やってくれると思うんですけれども、でもね、中にはなんというか、2、3回ついていって教えたらもうできるだろうみたいな感じでね、結構一人でやらされたりもすると思います。まあそれでもね、もう覚えたんで、俺はもう覚えたら1ヶ月待たずに1週間でいいよ、2週間でいいよと言った人もね、いると思うんですけれども、でも中にはですね、本当不安で、いやー1ヶ月覚えられるかなみたいな感じのね、人もね、いると思うんですわ。そういった時にはね、少しというか、ちょっと困りますけどね。はい、なのでね、そういったね、本当忙しい時にはね、転職しない方がね、いいかも分かりません。はい、まあ、転職しやすいことは間違いないですけれどもね、運転手が足りないので、で、転職の時期ですけれどもね、やはり時期というよりはしっかりとリサーチをする。ここの会社で大丈夫なのか、この仕事は自分にはできるのか、で、手積み手よろし、もうバラの仕事は腰が痛くてもできないよ、年なのでできないよと言った人がね、多いと思います。で、バラをやるんであれば軽い荷物、ザッカなんか軽いですからね、まあ荷物は軽いと言っても、やはりね、荷物が軽かったらね、数が多いです。はい、数が多いですね。なのでどっちがいいかですよね。20キロのものを500とか600積んだり下ろしたりがいいのか、5キロだとか10キロの軽いやつを1000ケースだとかね、800ケースだとか1000ケースだとか、あるいは1500ケースだとかいうのもね、あると思うんですよ。なのでその辺はね、各々の体力に相談してやるしかありませんけれども、そんな感じですね、トラックの忙しい時期というのは。本当はね、コンスタントに仕事がある方がいいんですけどもね、ない時にはね、やっぱりないなというのもね、ありますからね。1週間仕事ないわと、まあ、1週間も仕事がなかったら本当ちょっと大変ですけどね。中にはね、そういったところもね、あると思います。
なので本当ね、トラックばっかし洗ったりだとか、そんな感じもねあると思うんですよ。はい、まあ、たまにならいいですけどもね、今日はゆっくりトラックを洗おうだとか、ホイールをピカピカにしてやろうだとか、鏡みたいにピカピカにしてやろうだかとかできるんですけどもね、そうでない時にはなかなか難しいです。結構ね雪降ってきました今。画像でちょっと見えんかな、この辺しか見えんかな。結構今、今日はね2021年の1月9日ですわ。結構今吹雪いてますよ。はい、そんな感じですけれども、まあ本当忙しい時の転職は考えた方がいいですよ。はい、まあ今結構降ってきましたけどね。でこの辺の平野部で降る雪なんかはね、10分ぐらい吹雪いててもですね、もうその10分後にはねパーッと晴れたりするんですよ。でまたパッと降ってみたりするんでね、積もるようなことはないですね。はい、そういったとこです。で転職するんであればコンスタントに仕事が切れないところをね選んでいく方がいいと思いますよ。本当、まあ例えばですよ、12月だとかね、年度末本当に休みもないほど忙しいと。で逆にですね、もう4月だとか9月あたりはもう暇でもう仕事ないよみたいな感じがね、そういうのもね、まだちょっと考えもんではありますけれどもね。はい、こんな感じです。まあ初心者さんはねなかなか気づきにくいというかね、ああそうなのかと。でトラックの仕事もね年が年中忙しいというほどでもありませんけれどもね、暇の時には暇と、で出る時には仕事がある時にはあると。なのでね、まあなんというか仕事がねある時にやってた方がいいですね。で仕事のやり方としてはですね、まあ長距離だとか専門にやっている人はですね、まあ波があるわけじゃないですか、仕事の波がね。なので月始めの前半をね頑張ると。私よく長距離の時にね、関西方面、関東も含めて月10航海をノルマとしてやってましたわ。で月に10回程度長距離をやれば、まあ大体総支給が47、45ぐらい、まあ56ぐらいだったので、まあそれぐらい水揚げ上げればですね、手取りが37、8とかねなりましたので、その辺を目処にやってましたね。であとはもう余力と。で、まあ、月始めにはですね頑張ってやると、とにかく頑張る、もう折り返しが あればね、週3発とかやってましたね。で
あの前半頑張って、で、あ、これはもう早くもノルマが達成できるな、そういう時にはもうあのね、折り返しを断るとか、あとはもうなんていうんですかね、 体力を温存じゃないけどね、折り返しの仕事があっても、まあ配車係に電話でちょっと今週は寝不足なんで、バラをやってきつかったんで、一日あげてくれと言った感じでね、まあ、その時に、なんというか、まあまあ、そういった感じでね、言えば、配車係も分かったと。じゃあ次また、なんかあったら頼むわ、みたいな感じでね、やってましたわ。はい。今の長距離ってどうなんですかね。何回ぐらい、まあ、聞いた話はね、7回とか8回ぐらいしかやらないというのもね、聞いたことありますけどね。でもやるところはやっぱしね、10回とかやるんでしょうかね。よくわかりませんけど、私の元いた会社もね、今頃私が現役バリバリの頃にはですね、もう10回11回とかね、12回というのはまあそんなにはなかったですけどね、やっぱ 10回とか11回はやってましたね。それくらいやってまあちょうどいい感じでしたね。でも今昔みたいにそんなに仕事がないと言ってたんでね、8回だとかね、7回だとか、しかもね、全線高速ですよ。全線高速ですからね、ほんとね、今はね、すごい楽勝って言ってましたわ。もう昼まで積んでしまうんでね、午前中に積んで全線高速ですよ。例えば、神戸だったらもうね、12時に、昼の12時に山口を出てごらんなさい。神戸ぐらいなものはね、もう6時間、7時間。1回430を取ったら着きますからね。なので、それでも7時間ぐらいで着くか。もう夕方7時にはね、もう着いちゃいますよ。はい。で、翌朝までね、まあ、神戸あたりは始まるのがね、8時半とか9時だったんでね。もう12時間ぐらい時間があるわけですよ。ほんとね、12時間もそんなところにいてどうすんのと。私の現役の頃にはね、もう着いて2時間3時間ぐらいしか寝る間なかったんですけどね、今はいい時代になったなぁと。はい、ほんとね、いい時代になったなぁと痛感しております。まあ今はもちろん長距離やれませんけれどもね、聞いた話ですが、はい、そういったところで今日のこの動画は以上になります。ありがとうございました。雪完全に止みました。青空が出てきて逆に暑いです、車の中は。はい、そういったところでこの動画は以上になります。